今回のハウトゥーナビはヒノキウッドデッキの作り方を紹介していきます。はじめに材料と道具の確認を行います。使用するのは K プラスヒノキディメンションを各本数、スリムビス 50mm と 65mm を各本数、電動ドライバー、ノコギリ、スケールです。まずヒノキディメンションをそれぞれ表記している寸法にノコギリでカットします。4と5を片方の端を揃えるようにビス 65mm2 本で固定し、足をロックに作成します。この時のポイントとして、両方のビスを少しずつ交互に打つことで隙間ができないようにしましょう。3を2個の足の上に乗せ、3の両端でそれぞれ 65mm のビス1本で固定します。同じものを3組作成します。角を合わせるように手前奥に1枚ずつ1の天板を 50mm のビスを使用し固定します。残りの1を並べ、最後の2枚は合掌にして上から押すと平らになります。指を挟まないように注意してください。両端の板以外はまだビス止めはしません。幕板を取り付ける準備として、2の木材に 50mm のビスを途中まで打ち、6、7の幕板をそれぞれ2本ずつ作成します。6、7どちらも向かって右端を 20mm、 左端を 40mm の位置でビスを打ちます。幕板の準備ができたら、2本足側に7を1枚 50mm のビスで取り付けます。この時右端がぴったり揃うように取り付けます。7を1枚取り付けたら、反対側から1を叩き隙間をなくしてください。隙間をなくしたら、1の天板をすべて 50mm のビスで固定します。1が1枚につき、ビスは6本使用します。最後に時計回りに6、7、6と幕板を側面に取り付ければ完成です。いかがでしたか？同じものを数台つなぎ合わせれば、お庭がガラッと様変わりします。ぜひチャレンジしてみてください。